皆さんこんにちは。ディレクターの小川優です。さて今回はビジネス思想について考えてみましょう。皆さんは7つの習慣知っていますか？これはビジネス思想の一つです。なので聞いたことあるなという方もいらっしゃるでしょうし、今回初めて聞いたよという方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ一緒に考えてみましょう。でビジネス思想というとどうしてもビジネスで使うというイメージがありますよね。もちろんビジネスで使っていただいてもいいんですけれど、これは私たちの生き方というところにも落としていくことができるんです。なのでビジネス特に起業しているわけでもないんだけどなという皆さんにも役立つかと思います。そしてこの7つの思想とっても内容が多いんですね。なのでそれぞれの回に分けてご紹介していこうと思います。今回この回ではまず7つというのはどんなものがあるのかをご紹介していきます。まず1つ目です。1つ目は主体的であること。これは私自身ということですね。私たちが何かを考えるとき、誰かに引っ張られるわけでもなく、受け身になるわけでもなく、私たち自身の振る舞いというのを自分で選択をする、それが一つ目の主体的であるということです。二つ目としては始める前に終わりを描くということです。これはどうしてかというと、私たちは何か行動をしていくとき、目の前のことで行動していってしまうと、どんどんずれていってしまうということがあります。ぶれない生き方をするためにも、私たち自身が大切にする原則は何なのか、それを思い描くというのが必要になってきます。そして3つ目です。3つ目は最優先事項を優先するというものです。これ当たり前じゃんと思うかもしれないんですけれど、実は違っていて、私たちは緊急のものを優先して生きる場合が多いんです。急ぎの仕事であったり、これだけは先にやってっていうことを、目の前のことをやっていくと、結果的に最優先ではなかった、最速でやらなくてはいけないことではなかったんだけれど、とっても重要だった、それをやり損ねてしまうことがあるんです。なので3つ目としては最優先事項を優先するっていうのが入ってきます。そして4つ目、ウィンウィンを考える。これは私の利益だけではなくて、相手の利益、その両方を考えていくときにビジネスとしてもうまくいきますし、人付き合いとしてもうまくいく、それが4つ目のウィンウィンを考えるです。そして次に5つ目です。5つ目としては聞くということが必要になってきます。これは私を理解してもらう前に、まず相手を理解するということです。これは特に人付き合いにとって大事なことかもしれません。そして仕事付き合いでも同じです。自分の意見をどんどん伝えるんではなく、相手の話をまずは聞いてから自分の意見を言う、その順番が大切だということです。そして次に6つ目は何かというと、シナジーを作り出すというものです。私たちはビジネスにおいても人付き合いにおいても、おそらく共通事項、同じだねというところで人はつながっていきます。ただそれでは新しいものは生まれなくて、新しいもの、またもっともっと大きいものを生み出すときには、シナジーを作り出す、違う意見をぶつけ合うということが必要になってきます。そして最後7つ目です。これは歯を研ぐと言います。これは何かというと、包丁とかの歯を研ぐっていうことと同じですね。私自身を材料として、その歯を研いでいきましょうということです。で、研ぐとどういうことができるのかというと、先ほどお伝えした1から6までをどんどん使いこなすことができるんです。これが7つの習慣と言われています。それぞれどのようにしたらいいのかというのは、また別の回でご紹介していきますので、そちらの動画をご覧ください。それでは皆さん、また見てくださいね。さよなら。